こんにちは、速稼塾の久保です。私がね、生活保護にこだわる理由の大きなものなんですけども、それはね、生活保護はもう義務化するべきではないかなと思うんですけども、どういうことかっていうと、次の世代のために私たちはね、一人でも多く生き残らないといけないと思うんですよ。しかも満身創痍ではなく、平和で豊かな元気もりもりの状態でです。そう考えていくと、一人でも貴重なこの世の中にね、生活保護が満足に受けれずに辛い人生をそのまま送っている人っていうのは、次の世代に本当にね、なんとか改善してほしいなと思うんですよね。だからこれはね、私はね、すごく表現は難しいんですけども、じゃあね、みんなで辛い人生を送った人、不自由な人生を送った人が次の世代に入るのがいいのか、それともお金の問題や暮らしの問題や不自由を少しでも克服した人たちが次の世代を生きた方がいいのかってことを考えたら、明らかに私後者だと思うんですよ。で、今のままね、生活保護の方が本当に不自由で、世の中からバッシングを受けてね、肩身の狭い思いをしていて、それで次の世代に入ってしまうことって、誰がこれ得するんでしょうかってことなんですよ。だから今生活保護の方がね、もっともっと豊かで自由に自分のこう人間性を発揮してね、いろんな挑戦や失敗を繰り返した中で、素晴らしい人生というドラマを完璧に演じ切った、その足跡を次の世代に残した方が絶対いいと思うんですよね。じゃあその中で生活保護の費用がね、10万とか15万で暮らせって言われて、これでもうただでお金もらってんのがいいだろうとかね、それから毎日パチンコしやがってとかね、酒飲んだくれやがってみたいなことを言う人もいますけども、全然見えてないですよね。例えば生活保護を支給されて、それで1ヶ月とか2ヶ月とかね、毎日パチンコできるとしたら、パチプロですよ。すごい人ですよ。それはそれでね、もう尊重されていいと思います。で、お酒を飲んだくれてる人、30日間お酒を飲んだくれられる人がいたら、相当にお酒が強くて、しかもそのお金の使い方はすごく上手ですよね。だってずっとお酒飲み続けるって、いくらお金必要なんだって話じゃないですか。できてないですよ。本当に一瞬余暇にパチンコをやったりね、麻雀をしたりとか、お酒を飲んだりとかしたところを全部捕まえてね、ずっとやってるんだとかね、もらったお金でけしからんとかいうね、このけしからん人間がいるわけですよ。お金っていうのは自分がどう使おうと基本的には自由です。違法行為でない限りね、それは保障されてると思うんですよ。最低限で健康で文化的な暮らしでしょ。っていうことは、合法的なことは何をやってもいいわけですよ、だからそれをね、パチンコだから悪いとかね、麻雀だから悪いっていう風なレッテル貼りをして、そしてそこをね、無防備なのをいいことに、肩身を狭くしてることをいいことにね、攻撃し続けるっていうのは、まさに自分の人生を送ってないと思うんですよ。まあいろいろと私の感情的なことを申し上げましたけども、言いたいことはこれなんですよ。次の世代のために生き残らなければならないんですよ。一人でも多く少しでもいい状態で生き残ってほしいんですよ。だから私はね、すでにね、もうこの時代、生活保護はもう義務化するべきではないかなと。生活保護を受けにくいような空気を作るんではなくって、当たり前のようにね、所得が例えば15万円を切ったらね、自動的に生活保護に切り替わるみたいなね、自動的に振り込まれるとかね、気がつかないうちに入金されるとか、そのぐらいの仕組みを作ってもいいと思うんですよ。で、私はね、この生活保護が自己申告とか、そこに審査があるっていう、この手間がまた愚かだと思うんですよ。その審査っていうのは誰かが審査するわけですよね。これはしかも主観的な審査なんですよね。だから通りやすい受付の人もいれば、通りにくい受付の人もいると。しかも生活保護申請書を渡さないで頑張っている窓口の人もいるわけなんですよ。こんなバカなことが行われていっていいのかなと思うんですよね。もう完全にね、この人には出そう、この人には出さんとこうみたいなことが主観で決められてるわけなんですよ。で、これも行政対応としては大いに不公平の残るところだと思いますしね。もうそんなん考えずに、もうね、所得がね、15万切ったりとか20万切る人には、この部分は必要だろうと思う金額をもう完全補填すればいいと思うんですよね。それこそ、昨年の平均年収に届かない人はその差額分を全支給しますよって形だったらどうだってことなんですよ。そうすると、例えば一生懸命ブラック労働してね、月給が15万の人でもプラスオンされるんです。で、それで解決だと思うんですよね。で、生活保護って言って、頑張って仕事したくても働けない人にね、やっぱりこう一定の支給があると、職場っていう環境はなかなか与えられないけど、お金っていうものだけは与えられるんですよ。でも人っていうのはやっぱりね、ある程度誰かと何かを一緒にするっていう経験があった方がいいような気がするんですよね。まあもちろんね、働いてうんざりしてる方はそんなことあるかと思うかもしれませんけども、職場があるとかね、自分を受け入れてくれる環境があるとか、元気に働けるっていうのは、それは一つね、貴重な財産だと思うんですよ。それをですね、
生活保護を受けてる方を一方的に攻撃するっていうのは、まさにね、花屋ロマさん言ってたようないじめの構図と何の変わらないですよね。その生活保護を支給されてる方がいくらもらおうと自分の人生には関係ないだろうって話なんですよ。それこそね、自分の人生をまっすぐ見てしっかりと生きていれば、誰が生活保護を受けてようがね、どの政治家さんが汚職しようがね、まあ汚職は良くないですけどね、汚職と比べちゃいけないんですけども、本来は芸能人がスキャンダルを起こそうと、誰がね、何ですかね、なんとかトイレでね、渡部さんでしたっけ、なんか浮気しようとね、別にいいわけなんですよ、そんなことは。だからね、なんかやっぱりね、自分のことを棚に上げて人のことが気になりすぎるんですよね、きっとね。まあそういうお前はどうなんだって言われたら、私もちょっとね、他の人のことは気にしすぎなんですからね。まあでも他の人のことよりも、私の場合は私の動画に寄せられたコメントに対して大いに共感して、そういう人たちを守っていきたいなという気持ちからこの放送になってます。さあ今回の新道花屋龍馬シリーズは、私がね、そういうふうに新生活保護のことについて発言する場にさせてもらいましたけども、今日これはね、ちょっとテーマが外れるんでこの辺にしておきましょう。一つね、私のね、思いを言葉にまとめたものがありますので、ちょっと聞いていただきたいんですけどね。まあ花屋龍馬さんも男社会の弊害があるんじゃないかなみたいなことを言われてましたけども、まあ意味は違ったのかもしれませんけど、私はそう取ったんですよね。私こういうふうに思うんですよ。やっぱりね、男性はね、女性の笑顔のために頑張れるところがあります。まあ、ですんでね、男性ってのは女性に癒しとか勇気をもらってるんじゃないかなと思うんですよね。北斗の拳でもユリアを愛するがゆえに、あの壮大なストーリーがあるわけですよ。もう真にね、ユリアを奪われたっていう、要するに三角関係のもつれから、北斗の拳のケンシロウはいろんなね、人をね、北斗神拳で打ち倒しながらね、言ってみれば殺しながら進んで、最後は真も殺してしまったと。で、真を殺した後で真にはなんか奇妙な友情を感じてね、それから邪気に向かっていったりとかね、それから剣王様と戦ったりね。さあ剣王もユリアが好きだったわけでしょ。で、銃座とか出てきて、しかも北斗の拳2みたいなのが始まっちゃったりとかして、もう何が何だか分かんないところにね、最後はリンですよね。リンちゃんっていうのが海王様にね、もう奪われて、なんか跡目を継ぐためにね、強制的にね、ちぎりをかわされそうになったりとかね。結局女性のために戦ったのが北斗の拳の正体ではないかなと思ったわけなんですけどね。あ、ちょっとね、話がまたずれましたけども、そういう意味で男性は女性の励ましとか癒し、こういったものにものすごく勇気をもらって、だからこそ男は頑張っていけるところがあると思うんですよね。そして反面ですね、女性の涙は男性の責任が大きいんじゃないかなと思います。それがね、母子家庭の方の不満に現れてるんじゃないかなっていう気はするんですけどもね。まあこの一括りにはできないのはもちろんなんですけども、私はですね、やっぱりなんか男性もうちょっと強くなって優しくなっていければなというところがあり、ただ私以外の男性にそれをね、強要することもできないんで、私は私に対してだけこの男性を大いに強くあれと、大いに優しくあれというふうなね、課題を命じてるわけなんですけども、まあ男とはというテーマでいきましょうか。男とは何ぞや、花屋龍馬さん。先駆け男塾って漫画が昔ありましたけどもね、私あれ大好きなんですけども、男は何ぞやと、男とは何ぞや、このテーマについて今度はね、動画の方を送っていただければと思います。それでは北海道からいってらっしゃい。